はい、いいです。はい、はい。古賀幸仁君おはようございます。え、立憲民主社民の小川幸仁でございますえ、前回に引き続きまして、この法案の審議でございます。まあ、一国あるいは場合によっては一国より巨大と言われます。 いわゆる巨大な産業企業に対して特にデジタル分野に関して適切な調整が必要との認識はあ各委員お持ちだと思いますし私もその一人ですで、いわゆる河川を問題としている独占禁止法を補完する形でこの法案が審議されているということもあの重々存じておりますで、日本つまり我が国の場合は資料の1をご覧いただきたいんですがスマホソフトウェア競争促進法そして eu では dma いわゆるデ デジタルマーケットアクトそしてイギリスそしてドイツこういったものもあの国々でも同様の法律がまあ、既に施行されていたりあるいは検討されているという状況でございますでまず公正取引委員長にお尋ねをいたしますこのこの法案はですね各国の動向とどう連動連携をしているんでしょうかまた eu デジタル市場法の運用状況の評価をどのようにお考えでしょうか はい、古谷委員長あの本法案の整備に当たりましては、昨年6月に最終報告が取りまとめられました、政府のモバイルエコシステムに関する競争評価、これを行うプロセスでも、欧州委員会など、海外当局と緊密に情報交換を行ってきております。そして先行する EU のデジタル市場法の本格的な運用が、今年3月から開始をされておりますことや、 アメリカでも3月末に司法省がスマートフォンの独占をめぐる問題に関して事業者を提訴するといった動きがあることも踏まえまして我が国でもこうした動きに遅れることなく足並みを揃えてボーダーレスに活動するデジタルプラットフォーム事業者にかかる競争上の問題に対処し公正な競争環境を確保していくと。 いうことで方法の整備が急務でであるると考えまましててて提案をさせいいいいただいている次第でございますあの評価というお話がございましたが特にあの規制が先行しております EU のデジタル市場法に関しましてはあのゲートキーパーとして指定をされた事業者がアプリストアの開放や自社以外の課金決済方法の容認など規制への対応を一定程度行う一方で 手数料についててて新たなな仕組みのの導入を発表すするなどの動ききが出てきておりますこうしたアプリストアの開放等に関しましては私どもの法案でも同様の規制を導入することとしておりまして EU での事業者側の対応を考えますと我が国においても同様の対応が期待されるのではないかと思っておりますあの一方で競争の促進が重要であると同時に 議論をいただいておりますけれどもセキュリティの確保などスマートフォンの利用者にとっての安全安心な利用環境の確保も重要であるということから EU のデジタル市場法ではウェブサイトからアプリを直接ダウンロードするようにできることまで求めておりますけれども本法案ではそこまでは義務付けていないとか他のアプリストアの参入等に関して指定事業者がセキュリティの確保やプライバシー保護等のために 必要な措置を講ずることができるといった仕組みとしておりまして、の EU のデジタル市場法の内容や運用状況を参考にしながらもです、ね、我が国のデジタル市場の状況ですとか、スマートフォンの利用状況を踏まえた制度設計を行ったつもりでございます。今後も海外の動向も注視しながら、解放令やガイドラインを整備するなど、 わが国にとって実効的な運用ということに,順に向けて準備をしてまいりたいと考えております君かなり柔軟性を持たせて今後、対応していかれると、そのためにも引き続き緊密な情報交換などを行っていくということが予想されます、その上で、えー、特定ソフトウェア事業者の指定等について、公正取引委員会にお尋ねをいたします。 規制の対象の判断基準を利用者数のほか、政令で定めることとした理由、そして今後の手順スケジュールはそもそも売上高など定量的基準に決定する基準を法定する EU などとの違いは、これ、なぜ生じるのか、お答えください,、はい。厚生取引委員会、塚田官房審議官、はい、お答え申し上げます。 本法案は特定ソフトウェアの提供等にかかる事業の規模が他の事業者の事業活動を排除しまたは支配しうるを規制対象として指定することとしておりますけれどもその判断に当たりましては特定ソフトウェアの市場構造を踏まえまして利用者数や売上高などにより一定の市場シェアとなるような具体的な数値を指定の基準として政令で定めることを想定しておりますあのお尋ねございましたあの EU のデジタル市場法との違いでございますけれども EU と異なりこの指定にかかる基準を政令で定めることとしております デジタル市場における急速な技術変化等に対応し、必要に応じて適時、かつ柔軟に基準を変更することができるようにするためであります。 あの政令の具体的な基準についてあの今後検討していくこととしておりますけれども、現行のデジタルプラットフォーム取引透明化法におきましても、規制の対象となる特定デジタルプラットフォームの指定基準については、政令で定めております。例えばアプリストアについては、年度の国内流通総額2000億円以上を指定基準としておりまして、本法案におきましても、そうした基準も参考としながら、政令で定めてまいりたいと考えております。ままたたスケジュールについいててお尋ねがございましし法案は原則として交付の 日から1年6か月を以内に施行することとしておりますけれども、あの指定事業者については、当該指定から義務発生までの準備期間を十分に確保することが適当であることから、指定の手続き等に関する規定については、本法案の交付の日から、記算して6か月を経過した日から先行して施行することとしております。 あのさらにに手順についいてのお尋ねがございましたあの特定ソフトウェアの提供等にかかる事業につきましては、これまで公正取引委員会においても実態調査を行い、状況を把握してきておりますけれども、あの法案が成立した際には、必要に応じてさらに関係事業者に対して調査を行った上でえで、ー、指定に係る政令の制定、事業者の指定等施行に向けた準備を順次進めてまいりたいと、このように考えておりま田中君。 1>, ああ1年半ですとか半年ですとかという時間的な猶予もあってその間にしっかりとまあ吟味をしていくということでしっかりとうなずいていただいているのでそうだと思います <laughs> で。なおかつ 先ほど公正取引委員長からもお話がありましたが、海外によっては、巨大な企業と、まあ、裁判が行われているところ、ケースもあるとで、こういったことをしっかりと踏まえていくために、まあえて柔軟性を持たせているんだよというふうに受け止めましたけれども、公正取引委員長、その辺で間違いございませんか、その認識で。はいい古委委員長委員長長ご、はい、ご指摘がございましたようにに海外特 EU でのの DMA 整備や運用状況を踏まえまして、国内でのこの法案の整備の過程でも、いろんな議論がございました、あのご指摘ありましたように、競争の促進ということと、セキュリティ等の確保を通じたユーザーの安心・安全の確保というところのバランスをより重視した仕組みを構築をさせていただいているというふうに認識をいたしております。 ではあの少しあの質問を飛ばさせていただいてです、ねあの、法案の第13条、そして12条に書かれてあります、プリンインストール、デフォルト設定などについて、ちょっとお尋ねをいたします、iPhone や Android 端末の現状は、この本法案に照らせばです、ねえー、いわゆるこれ、適法なんでしょうか。 それともすでにこれ、違法性が認められるものなんでしょうか、公、え、正、ー、取引委員長にお尋ねをいたします、あの具体的にどのようなまた状態になればその、そういったあのものに違法性がもしあったとすれば、認められないのでしょうか、お願いいたします、はい、古谷委員長あの。12条、13条の標準設定等について、ご質問がございましたけれども、 OS やブラウザーを提供する事業者が自ら提供するアプリなどを OS やブラウザーにおきましてデフォルト設定等をすることによってえ競争上優位な立場に立ってですね他の事業者が競争ができないあるいはユーザーの選択の機会が奪われるといったようなことが起きうる可能性がございます。したがいまして本法案では スマートフォンの利用者が自由にサービスを選択しやすくなるようにモバイル OS またはブラウザにかかる指定事業者に対しましてスマートフォンの利用者がデフォルト設定を簡易な操作によって変更できるようにすることや他の選択肢を示す選択画面を表示するなどスマートフォンの利用者の選択にする措置を講ずること。これをあの 遵遵守守すすすすべべきき事事事項項項とししててて規定をしておりまま禁止ででございますでこうしたあの遵守すべき事項に関して具体的に指定事業者が措置すべき事項というのはこれから厚生取引委員会の規則やガイドラインで定めることとしておりますけれどもあのこれに基づいて指定事業者が取っている今取っている対応あるいは今後取る対応が適法かどうか ここの法律ににに照らして判断をすすることになるととないいう,ふうに思いますであの欧州ではデジタル市場法に対応するために端末の初期設定時にブラウザ等の選択画面が表示されるようになったというふうに承知しております。 こうした取り組みは、スマートフォンの利用者が自由にサービスを選択することにするものでありますので、我が国においても、この法律ができた後には、指定事業者の方で、現在の取扱いを検討していただく余地が十分あるのではないかというふうに考えておりま小川君、これもちょっとかいつまんでなんですけれども、となると、現状は、 違法性はどうも認められない、あるいは認められる、ど,どちらになるんでしょうか。例えば現状で言いますと、ですねあのアップル社とかグーグル社は、あのそれぞれ iPhone では、えー、サファリっていうブラウザー。 それからアンドロイド端末ではブラ、クロムというブラウザをそれぞれスマートフォンの出荷時にあらかじめインストールしておられまして、スマートフォンの利用者があのスマートフォンを入手した後に、他の事業者のブラウザをインストールした場合でありましても、これに優先して、あの先ほどのサファリとかクロムが起動するようになっております。えさらにあの 利用者が設定した標準設定のための画面にたどり着くのにも相当手間がかかるといったようなことで、えー、なかなかユーザーの選択がの機会がですね、えー、弾力的に与えられていないというような結果にもなっておるものですからこうした現状を今の時点でですね違法か適法かというのは判断しにくい面もありますけれども 今後あの現状も踏まえながら、公正取引会の規則やガイドラインでどこまで何を遵守してもらいたいかということを決めることになりますので、それを踏まえて判断をさせていただきたいと思っております。河野君。はい、委員長。あのまあ日進月歩のこのデジタルの世界でございますので、えー、結びにあの自民大臣に。 あのご答弁いただきたいんですけれども、まあ、こういうです、ね、今後あの生成 AI ですとかそれから人工知能量子コンピューターなど革命的な技術や現在では想像しえない ビジネスモデルの出現で、より迅速に、そして前例なき対応がおそらく必要になってくる事態も想定されるわけでございます。でその方向性を念頭にですね、まああ、競争政策を展開する考え方をどのように今持ってらっしゃるのか、またあの関係行政機関、関係団体、消費者、ユーザー代表や指定事業者を含む民間事業者などの知見も十分に生かして、まあ、委員会審議で明らかになりました、この懸念をですね、 どのように払拭されていかれるのか、その決意も含めてご答弁願いいますは自、い、民特命担当大臣。お答えいたします経済のデジタル化等が急速に進展し、新たな技術や事業が生まれる中、イノベーションを担う企業の創意工夫や努力が発揮され、消費者がその利益を享受するためには、公正で自由な競争を促進する競争政策が重要な役割を果たすと考えてございます。 このような観点から、公正取引委員会は、デジタル市場における競争上の問題につきまして、これまでも独占禁止法の厳正な執行や実態調査等により、重点的に取り組んできたところでありますが、本法案が成立した場合には、その実効的な運用も含めまして、一層精力的に取り組んでまいりたいと考えてございます。 また、本法案の指針の策定等の執行準備や運用にあたっては、公正取引委員会において関係行政機関や指定事業者のみならず、まあ、委員も今お示しいただきました、アプリ事業者等の関係事業者、また消費者団体等を含めまして、広く関係者の声を聞きながら、本委員会のご審議もしっかりと踏まえて、公正な環境競争環境の整備に取り組んでまいります。また引き続き続デジタル市場を注視しスマートフォンと同様の 競争上の問題があると認められた場合には本法案と同様の規制の対象とすることを含めて検討してまいりたいと思ってございますまた委員が重ねてご指摘いただきましたがデジタル分野では今後革新的な技術や今は操作もしないビジネスモデル等の出現も考えられるところでございます今後もデジタル市場の状況を的確に捉え競争上の問題に迅速かつ効果的に対処することによりイノベーションの活性化や消費者利益の確保をし しっかりと図ってまいりたいと考えてございます河野君、えー、様々な立場で文字通り構成という言葉がですね、えー、出てくるかと思います、えー、どうぞしっかりとした対応をお願い申し上げて質問を終わりますありがとうございました この際、古賀君から発言を求められておりますので、これを許しますはい委員長、はい、小賀幸人君私はただいま可決されました、スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアにかかる競争の促進に関する法律案に対し、自由民主党、立憲民主・社民、公明党、日本維新の会、教育無償化を実現する会、国民民主党、新緑風会、および日本共産党の各派、 並びに各課に属しない議員平山幸子君の共同提案による不対決議案を提出いたします案文を朗読いたしますスマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律案に対する不対決議案 政府は本法施行にあたり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。1、デジタル市場の活性化やイノベーションの促進を図る観点から、特定ソフトウェアに係る市場における自由で開かれた公平・公正かつ健全な競争環境の整備に取り組むとともに、セキュリティの確保、プライバシー保護、青少年保護、消費者保護等に関し、必要十分な措置が講じられるように努め、競争と安心・安全の両立の確保 速を図ること。 この場合において、指定事業者によるセキュリティの確保、プライバシー保護、青少年保護等が確実に担保される施策を確保しつつ、一方で健全な競争が阻害される過剰な措置が行われることのないよう、関係行政機関が連携して適切に対応すること、また、スマートフォンの安全安心な利用と利便性確保のために、利用者に対し、必要かつ十分な情報提供が行われるよう最大限努めること。に 指定事業者の禁止事項および遵守事項について、本法の運用状況の検証等を通じ、 競争上の問題の大きさに比して適切な規制になるように配慮するとともにデジタル分野における知的財産の保護技術革新国内投資の促進新たなビジネス形態等にも適切に対応することができるよう必要に応じ見直しの検討を行うこと3指定事業者の禁止事項及び正当化自由並びに遵守事項について指定事業者が適切に対処するための指針に関しては 関係事業者の予見可能性の確保及び競争と安全の両立が図られるよう関係行政機関や有識者、民間事業者や消費者、ユーザー代表等の幅広い関係者の知見等を踏まえて可能な限り明確かつ具体的に策定するとともにデジタル市場における行情勢の変化等に対応し適宜見直しを行うこと。し アプリストア等の開放により、有害・違法なアプリ等が提供されるリスクが高まることがないよう、正当化自由に関する具体的な考え方等を示す指針の策定、運用にあたっては、関係行政機関、関係団体、指定事業者を含む民間事業者や消費者、ユーザー代表等の知見を十分に活用し、セキュリティの確保、プライバシー保護、青少年保護、消費者保護等が確実に図られるものとなるよう取り組むこと。 5、指定事業者以外の事業者によるアプリストアの提供について指定事業者が不当に高額な手数料等を聴取する等により事実上参入を制限することがないよう指針においてその考え方を明確にすること6、アプリストアや検索エンジン等に係る指定事業者の禁止行為についてはアプリストアおよび検索エンジンをめぐる適切な競争環境の確保に努めるつつ 先行して制度の運用を行っている欧州の実施状況を分析し利用者のニーズへの即応性や的確性その他利用者の利便性が損なわれることがないよう配慮すること。 令和5年6月16日に政府のデジタル市場競争会議において取りまとめられたモバイルエコシステムに関する競争評価最終報告において必要性が指摘された、迂回的行為の禁止について、本法による規制が容易に回避されることがないよう指針や本法の運用においてその内容をの明確化を図ること。8 アプリ開発者を含め、本法の違反行為の報告および措置の求めを公正取引委員会に行った者の,の保護を図るため、その者のに対する不利益取扱いの禁止の違反にかかる、本法第30条による指定事業者に対する勧告および命令等の必要な措置を適切かつ確実に実施すること。9 本法の適切な運用を確保する観点から、専門部署の設置、デジタル分野の技術や術ビジネスに精通した専門人材の確保等、公正取引委員会の組織、人員等の体制を抜本的に強化するとともに、幅広い民間事業者や消費者、ユーザー代表等の知見等を活用するよう努めること、また公正取引委員会の独立性の確保 独立性を確保しつつ、関係行政機関の間,に間の連携強化を図ること、10、欧州や米国をはじめとする諸外国の競争当局との連携,の連携強化を図り、世界的なデジタル市場における競争政策の動向および取り組み等を踏まえ、国際協定等との整合性も十分に考慮し、適時、適切に必要な措置を講ずること、 11、青少年保護及び青少年の心身の健全な成長等を図る観点から、青少年や保護者、教育関係者等におけるスマートフォン等の利用に係るリテラシーの向上が図られるよう、最大限努めること。 またスマートフォンの利用をめぐる青少年の保護のあり方について、関連する取り組みの状況や課題の整理、主要各国における最近の対策の動向の把握等を踏まえつつ、法制上の措置の必要性の有無を含め、関係省庁等が連携して具体的な方策の検討を進めること、右決議する、以上でございます。何とぞ、委員各位のご賛同をお願い申し上げます。はい ただいま古賀君から提出されました付帯決議案を議題とし、採決を行います。本付帯決議案に賛成の方の挙手を願います。全会、はい、一致と認めます。よって古賀君提出の付帯決議案は、全会一致をもって、本委員会の決議とすることに決定いたしました。